20年だ。あのおもちゃを20年間探し求めてついに見つけた。まずやるじゃない。メルカリで売ろう。うわ。こんにちは。だりーな。まあいいか、やるか。おい、すわ。ふざけんじゃねえぞ。今日の天気は晴れなはずだろう。てかお前さ、髪の毛めっちゃ中二病くせえ。ほら、後ろいるぞ、後ろ。はい、よいしょ。ああ、やられる。ああ、痛い。ああ、痛い。美容院で3時間だ。3時間でこの部屋安いにしてもらったが、雨が降ったら台無しじゃないか。どうしたらいいんだ。そんなのどうでもいいからさ、さっきの景品2万で売ろう。ごきげんよう、タコ、バンドです。さあ、皆さんは、1日何歩歩きますか？僕なんかはね、引きこもりなんで、1日50歩ぐらいしか歩かないんだけどね。いや、50歩ってやばいな。そしてこのゲーム、余命100歩というタイトル通り、100歩歩くと死んでしまうっていうね。そんな感じのゲームなんで、早速、生きる。お、よう、準備はもうできたか？誰が話しかけてんだ？はい、でやっとこう。そうかそうか、怪我はしてみないなし、一安心だよ。ちょっとごめんなさいね。国語の時間とかで、読むのが一番遅いタイプなんでね、僕。さすがに俺も驚いたぜ。魔王が直々にお前を狙いに来るなんてさ。どういうこと？狙われてるの？もうすでに。お前は魔王に呪いをかけられている。はっきり言うが、もう長くは生きられないだろう。そういうストーリーなんだね。呪いでも余命が100歩なのか。こんな状況で魔王を倒してこいなんて俺には言えないが、これだけは言わせてくれ。とにかく後悔しないように生きろよな。余命100歩に向けて与えられる言葉がそれか。わかったよ。後悔しないように生きよう。で、主人公はどれだ？あ、これね。もうこの時点で余命が99歩だよ。とりあえず、おっと、なんだ？やばいぞ。あれ？動かない。あった、これだね、メニュー画面。ちょっと RPG 系はあまりやらないのでね。こういうのわからないんだけど。とりあえず、こういう情報を見ていこう。あ、特に何もないか。大事なものに、感謝状。高級そうな紙に文字が書かれてる。読んでみよう。プレイヤー様、このドア余命100歩をプレイしていただき、誠にありがとうございます。あなたがこの過酷な運命を乗り越えてくれることを心から祈ってます。開発スタッフ一同。こういう作った制作者様の言葉が書かれてるんだね。なんか嬉しいな。スキルとかちなみに何もないか、魔法系は。てか少年なんだね。少年の剣、少年、あ、子供の服。ちょっと武器は今のところやっぱ最初だからね、弱そうだけど、これで魔王を倒してこいってわけだからね。いけるのかな。クエストっていうのはなんだ。美味しい肉を2つ渡す。チキンコックを倒すと手に入る美味しい肉2つ持ってきてくれ。村を出てすぐのところに生息してるぞ。なんでこんなクエスト持ってんだ。余命100歩しかないのにクエストなんてやってる暇ないでしょう。魔王も倒さないといけないしね。じゃあこっからどうしようかな。とりあえず話しかけてみよう。人に何をしていいかわからなかったら、お前の部屋の本棚にいろいろ書いた本が置いてある。そして大人になったら酒場に行ってみるのも悪くないな。それからで、あんまり俺が決めるのは良くないな。気になるところ行ってみようぜ。いや、全部気になるけど、そんな歩くと死んじゃうからね。とりあえずここから見てみよう。お、こういう部屋なんだね。広い、見て見て、走り回りたいな。余命100歩しかないのに遊んでる暇なんてないぞ。とりあえずこれは、あ、剣拾った。
早速装備してみよう。少年の剣より、あ、ちょっと攻撃力と運も上がったね。よしよし。いや、これ意外と簡単に魔王を倒せるんじゃないか。いきなり剣来たよ。で、あ、これね、本棚。正解の歩き方。歩き方。いろいろ教えてくれるんだね。もう一通り見ていくか。方向キーで動かすとそういう説明だね。メニューの開き方は、あ、X キーだね。画面をタップすることもできるのか。いや、できないよ。パソコンじゃできないのかな。あ、パソコンじゃできないよ。スマホ版もあるってことね。セーブも大事という感じで。お金の稼ぎ方。あ、これ重要なんじゃない？読んでおこう。モンスターを倒すとお金が手に入ると思い込んでる人がたまにいます。モンスターは人間のお金なんて持ってません。そりゃそうだよね。その代わりに手に入れたものをお店で売ることでお金を手に入れることができます。肉とか売って稼ぐんだね。あとはクエストでも稼げるのか。いや、でもお金稼ぐ暇なんてないでしょう。お、なんだ？廊下の呪いが進行した。ちょっと見た目が変わったぞ。勇者になってる。ちょっと成長してるぞ。あ、でも HP がちょっと削れてるな。どっかで回復しないと。ちなみにここら辺は特に何もできないか。やばい、こんなことしてたら。ちょっと待って。もう今気づいたら余命が半分ほど削れてる。僕の人生もう半分なんだけど。まあ、とりあえず酒場行ってみよう、今度は。お、廊下の呪いが進行した。え、また？また年取ったの？隣の人と一緒なんだけど、見た目が。中年になってるよ。結構、イケメンな中年だな。それから、ここはクエストカウンターだ。俺と変わらない年なのに日雇いとは苦労してるんだな。え、雇われてるの？どっかに。通信機もらったね。まあ、クエスト達成したらこの人に話しかけたらお金がもらえるってことだね。そう、あ、ここ酒場って感じか。よしよし。ここは酒場よ。ゆきしてて。さあ、やってきましょうね、酒場。こいや、よろしくお願いします。情報を聞いたり、仲間も集めていけるんだね、ここで。そこのおっさん。あ、もうおっさんか。俺が外の歩き方を教えてやろう。街の外では敵と重なると戦闘になる。街みたいに隣に立って話しかけたりできないから勘違いするなよ。他にもなんかあるんだね。さらに、倒した敵はいなくならねえ。え？一歩横にずれて同じ場所に戻れば何度でも同じやつを相手に戦えるんだ。じゃ、モンスター倒すけど、殺しはしないってことか。じゃあアイテムとか手に入りまくりだな。酒場だから結構情報が多いね。そこの人は？ファー。あれ？イラストが描かれてる重要キャラってことかな。この前森に出かけた時、魔法の指輪を落としちゃったみたいなんで、あれがないと魔法が使えないこともないんだけど、調子が出ないのよね。魔法が使えない感じか。じゃあ、魔法の指輪を探さなくちゃいけないってことなんだね。そしたら仲間になるってことか。君は体力があるな。その年で若い頃と同じように装備品を身につけることができるだろう。私のような年寄りには以前のように重いものを装備することができんのだよ。年取ったら重いものはつけられないってことね。さあ、次は町の外に出かけて町に帰ってくるんじゃない？いや、そんな暇ないよ。余命が29歩しかないじゃん。すると違う場所に出てすごく遠回りになっちゃった。町にどの向きから入るかって重要よね。
じゃあ計算しないとクリアできないってことなのかな。道間違えたらそこでゲームオーバーってことだね。いらっしゃいませ。お店のお供にスペシャルアイテムいかが。なんか買えそうだね。いや、お金がなかった。1円も持ってない。なんか売ってみよう。感謝状売れる。これ売っちゃおうかな。スタッフの言葉だけど、あ、2000、結構高いぞ。高級な紙だからね。高く売れた。子供服とかは装備してるよね、確か。この剣はもう装備してないから売っちゃって。これで結構お金があるから買えるんじゃないか。 HP が回復する系だね。最大 HP は25上がる。とりあえずニコニコキャンディ1個買っとこう。お金はあとは大切に持っとくか。おっと、廊下の呪い、もしかしてこれ歩くと年取るってこと。さっきおっさんの隣で年取ったから、おっさんの隣にいたから年取ったかと思ったんだけどね。お、仲間に誘えるんじゃないこの人。仲間になれか、いいだろう。と言いたいが、こっちも仕事なんでね。金を払うか実力を見せてもらうか。こりゃじゃあお金大切なんでね、ここは戦って仲間にするしかないでしょう。なんてたってこっちはもう勇者だからね。負ける気がしない。よし、戦士とバトル。あれ待って、負けたじいさんだった僕、やばいな。あれ、名前が勇者だったんだけど老人になってるな。まあ、攻撃で行くしかないよね。まあ、でも見た目では強そうな老人だけど、もう一発でも食らったら死ぬな。さっきのアイテムで回復しとこう。よし、これなら勝てる。いけ、もう攻撃しかない。まあ、でも相手の方がちょっと強いな。これで倒せないか。やばいぞ、もう体力がないぞ。逃げることもできないし。魔法は？魔法ないのかよ。ハゲたダンブルドアみたいな顔しておいて。あ、老人が。ここでまさかの倒される。あ、でも一応ゲームオーバーではないのか。よかった。じゃあお金を払って仲間にするしかないね。時には力で解決することも大切さ。例えば、通路を塞ぐ岩を破壊したりな。俺はそうやって道を切り開いてきた。あ、じゃあ、塞がれた道がどっかであるんだね。とりあえずお金で。よし、これで勇者が仲間になった。1000円で仲間になるって安いもんだよね、今思えば。よし、仲間も増えたところで、ようやく冒険の始まりだね。これマップの下行けば、出れるってことかな、この街から。世界だ。左上にあるのが魔王の城じゃないこれ。意外と近くにある。あっさり魔王倒せそうだけど、とりあえずまずは手始めにこのチキンから倒してみようかな。チキンコッコ、確かこいつの肉でお金が稼げるね。じゃあ攻撃でいけるかな。こういうのに限って強そうだけどね。どうだ？いや、雑魚だった。弱すぎだな。よし。お、美味しい肉。レベルも上がったぞ。なんかスキル覚えたね。とりあえず、まずアイテムで、美味しい肉は回復する系ね。キューピアっていう回復魔法も覚えた。とりあえずアイテムで回復しとこうかな、老人。よし、全開だ。さあ、冒険の続きを始めようか。まだまだ現役じゃぞ、わしゃ。さあ、こっち行って。魔法の城までもう少し。え？余命のことすっかり忘れてた。僕、余命100本の人間だったんだ。なんと、ここは、天国ってこと？おお、こいつか、もう魂になってるね。で、王様がいるけど、どういうことだ、この世界。
ここでやり直せるってことかな。お主の大事なもの以外はレベルも財産も持ち物も全て失うことになる。やり直しってそういうことだからね。2回目の人生やっていくか。人生は何回でもやり直せるんだね。ゲームの世界でよかった。よし、じゃあまずは酒場に行って仲間にしとこうかな。あれ、あ、まだ子供だから酒場に行けないってことか。じゃあ1000円払って仲間にしとこう。まだでも余命50歩あるから魔王には近づけるんじゃないかな。ちょっとこれで行ってみよう。こっちだね。間違えずに。モンスターとも戦わなくていいかな、もう。宝箱は、あれ、あ、乗らないと通りないんだね、宝箱も。で、ちなみに何取った？星の恵み。あ、HP と MP を完全に回復。結構いいアイテムだね。それからちょっとこの人に。これはモンスターじゃないよね。おう、お店だった。ここで、お金も余裕あるから、回復アイテムを買っといて、で、剣も持ってるから盾とか買っとこうかな。あ、軽くて装備しやすい。年取ると重いものは持てなくなっちゃうからね。軽いマジックシールド。それから、軽いヘルメット。これにもお金がないから。さっき買った装備をつけてこう。これは余裕で魔王を倒せるんじゃないかな。この完璧な装備ね。体には何もつけられないけど、まあ、いっか。戦士もいるし、回復もしとこう。よしよし、まずはこの、モンバーみたいな感じのやつがいるね。なぜ人間がここに。ちょうどいい腹が減ったんだよ。さあ、魔王の手下。こいつがどのぐらい強いかによるね、魔王の強さは。さあ、まずはこう。雑魚だったー。あれ？これ待って、余裕でいけるんじゃない？やばい、ハゲたじじいになっちゃった。おう、え？もう入ると魔王の部屋なの？お前の寿命もあとわずか。すぐに死ぬだろう。哀れな勇者よ。我が僕のれられば呪いを解いてやろう。我がに忠誠を誓うか。ということで、忠誠を誓えば呪いを解いてもらえるの？いやでもまずは勇者として魔王を倒しに来たという感じにしとこう。愚かな勇者よ、ここで朽ちるがいい。これは魔王リップアウォーバー。始まった魔王戦。装備とか完全に整えたからね、勝てるんじゃないか。なんてったってこっちはハゲたダンブルドアだぞ。いや待って、なんか出してきた。いけ。いや老人弱いな。攻撃16しかなかったけど。とりあえずスカルナイトから倒していかないといけないよね。まずは4体もいるけど地道に倒していくか。お、いけるか。やばい、強いな老人。大丈夫か老人。弱いな、主人公が。まだ戦士がいる。戦士でやっていくか。よしよし、倒した。意外と倒せるタイプなんだね、このスカルナイトは。よし、ここで回復しとこう。よかった、回復持っといて。で、これ回復、買いまくれば戦士で倒せるんじゃないか？来たぞ。残りは魔王だけ。これはいけるぞ。まだ回復アイテムは1個あるから、余裕持っていけそうだ。まあ、魔王、どれぐらい体力あるかだけどね。
一回ぐらい耐えるかなと。どうした？タオスさんもしかして。勇者に加担するものよ。自らの運命を呪うがいい。俺の体が。双子になっとるやないかい。一瞬双子になってたな、今。もうイラストが全く一緒だったな。ハゲたダンブルドアは一人で十分なんだけどね。いやーでもこれで、魔王に敗れてしまったか。余命100歩でした。果たしてクリアできるんでしょうかね、これ。まあね、いや、次回もやれたらやろうと思います。それではコメント、グッド、チャンネル登録よろしく。